どうも。まあ今回やることは、まあ大体サムネとタイトルでバレてると思うけど、開けます。いやさっきね、届いたんだよ、佐川が。佐川。見てくれ、このクソデカモニターを。もうドアップだから何にもわかんないだろうけど、このモニターなんか、幅が89センチもあるみたいで、うん、みたいでって言ってるけど、自分で買ったんだけど。開けんのめんどくさいな。ああちょっとこれ、ああどうしよう。なんか撮影できてなかったけど組み立てれたわ。めっちゃでかい。どんぐらいでかいかって、あっちのモニターが24インチかのモニターなんだけど、その 1.5 倍ぐらいはある。すげえでかい。ほら、いやこれ7万円かけた価値あるわ。ちょっとこれで一回ゲームしてみようかな。ちょっとエーペックスレジェンド起動しようか。さてと、パソコンに来たんだけど、まあもちろん解像度違うから黒い縁出てくるよねって。すごいよね。でもエイペックスやろっか。ボーダーレスウィンドウで これでいいか。うわあー、なんかすっごいわかる余白がなんかやだな。これこの画面サイズに全然対応してないんだろ。お、来た。うわあ、なにこれ、没入感がすごいんだけど。変な感じするな。なんか変な感じしかしない。すごいね、無理やり対応させた感じすごい。たださ、一つ嫌なのがさ、この画面比率だとこれからの動画どうしようかなって。これからの動画一生上下に黒い縁あっても嫌じゃん。なんか映画みたいになるじゃん。まあさすがにグループの方はいつもの画面比率でやるけど、まあ自分のチャンネルだったらまあいいかな。なんか自由にやってて以上です。